じゃがいも。じゃがいも、じゃがいも、バレーション、学名、サレナム・トゥーバース・サムエルは、ナスカ・ナス属の多年草の植物。南アメリカのアンデス山脈原産。でんぷんが多く蓄えられている、地下系が、芋の一種として、食用とされる。日本語の呼び名は様々ある。じゃがいもという名称については、17世紀初めに、ジャワのジャガートラ。 ジャカルタからもたらされたことから、ジャガタライモと呼ばれたものが変化して、ジャガイモになった。ただし異説もあり、ジャワ島の芋の意味のジャワイモが変化したもの、天保の大飢饉で、ジャガイモのおかげで菓子を免れたことから故障された、五条芋が転じたものなどもされる。ジャガイモ、バレーショという呼び名もよく用いられる。これは中国での呼び名の一つと漢字が同じで、中国語で読むと、 マーリン州、ピンオトとなる。18世紀に、日本人の小野ランヤマ、鉄むしろことく、1 8百7年が命名したと言われているが、中国名をそのまま輸入したものなのか、新しく付けた名前がたまたま、中国名と同じだったのか、それとも、ランヤマの命名が中国に伝わったのかは明らかではない。一説には、ジャガイモの形が馬につける鈴に似ているということから、 この名前になったという。また、マレーの芋という意味からこの名前が付けられたという説も、ある。なお、中国では他に、土豆、トゥドードウ、ヨウイモ、ヤンユウ、イモモ、シュウザイなどの呼び方もある。なお、日本の行政では、ジャガイモと呼んでいる。英語のポテトの語源は、タイの族の言葉でサツマイモを意味する、バタタ、ガスペイン語のパタタに変化したものによる。なお、 ジャガイモの原産地で古くから使われている言語の一つである、るケチュア語ではパパというが、この単語はそのまま中南米スペイン語で使われている。スペイン語でバタタがパタタに変化したのはこのパパの影響であると考えられている。パパはローマ教皇を意味する単語と同じであったため、これを忌避してパタタに変遷したとも言われる。江戸時代以降、 米の収穫に不利な参観、寒冷地での栽培が広まったことから、地方名や地方品種も多い。ジャガイモは、南米アンデス中南部のペルー南部に位置する、チ地カ加古藩が発祥とされる。最も初期に栽培化されたジャガイモは、サレナムステナタマムと呼ばれる染色体数24本の2倍体、もので、その後4倍体のサレナムトゥーバースサムが栽培化され、 現在世界中で広く普及するに至ったとされている。このジャガイモがヨーロッパ大陸に伝えられたのは、インカ帝国の時代、15世紀から16世紀頃とされている。当初、インカ帝国の食の基盤はトウモロコシではないかと伝えられていたが、ワマンポマが1615年に残した記録やマジュピチュの、ダンダン畑の史跡研究、気象地理条件、食生活の解析など、 複数方面からの結果が、食基盤がジャガイモであったことを示しており、近年見直しが図られている。しかし、具体的に、いつ、誰が伝えたのかについてはっきりとした資料は残っておらず、スペイン人がジャガイモを本国に持ち帰ったのは1570年頃で、新大陸のお土産として、船乗りや兵士たちによってもたらされたものであろうと、推測づけられている。 さらに1600年頃になると、スペインからヨーロッパ諸国に伝播するが、この伝播方法にも諸説あり、はっきりとは判明していない。いずれにせよ16世紀末から17世紀にかけては、植物学者による再園栽培が主であり、ヨーロッパの一般家庭に食料として、ジャガイモが広しするのは、さらに時をまとねばならない。普及は、 黒い線王国で30年戦争により荒廃し、飢饉が頻発した際に、作付け、栽培が国王の勅命により強制、奨励されたことや、踏み荒らされると収穫が著しく減少する麦に、代わり、地下に実るため踏み荒らしの影響を受けが与え、作物として農民に容易に受け入れられた結果である。さらにジャガイモは18世紀には、アイルランド移民の手により来た、アメリカへ渡り、 アメリカ独立戦争における兵士たちの胃袋を満たす貴重な食料源となったアイルランドの小作農家たちは元来は主に麦を栽培していたが地主に地代を収めなくても良い自分らの小さな庭地で生産性の非常に高いジャガイモの栽培を始めたそれによってジャガイモが品能の唯一の食料となってゆき飢饉直前には人口の3割が ジャガイモに食料を依存する状態になっていた。ジャガイモは寒冷地でもよく育ち、アイルランド人口の増加を支えた。しかし、1845年から1849年の4年間に、渡って、ヨーロッパ全域で、ジャガイモの薬病が大発生し、壊滅的な被害を受けた。ジャガイモを主食としていた、非主配層のアイルランド人の間からは、ジャガイモ基金で100万人以上とも言われる。 多数の合衆者を出した。また、イギリス、北、アメリカ、オーストラリアなどへ、計200万人以上が移住したと言われる。アメリカ合衆国に渡った、アイルランド人移民は、アメリカ社会で大きなグループを形成し、経済界や特に政治の世界で大きな影響力を持つようになった。この時代のアメリカへの移民の中には、ケネディ家の先祖も含まれていた。 アイルランドでのジャガイモ基金があったものの、寒冷地にも強く、年に複数回の栽培が可能で、地中に作られることから、障害にも影響されない、ジャガイモは、庶民の食料として爆発的な普及を見た。アダム・スミスは、国とミーロンにおいて、小麦の3倍の生産量があると評価しており、芝叩く間に、麦、米、とうもろこしに並ぶ、世界4大作物としてその地位を確立した。 諸説あるが、1598年に、オランダ人によって持ち込まれたとされる。ジャワ島のジャガタラを経由して伝来したためジャガタライモと、故障されたが、それが短縮され、ジャガイモとなった。江戸時代後期の18世紀末には、ロシア人の影響で、北海道、東北地方に入され、基金対策として栽培された。蘭学者の高野長英は、ジャガイモ栽培を奨励している。 また、江戸後期には、貝のノ国の大官であった、中井聖太夫が、ジャガイモ栽培を奨励したとされ、共和元年、1801年には、小野蘭山が、貝のノ国黒べら村、甲府市において、ジャガイモの栽培を記録している、甲寸図書最悪期。また、江戸時代後期には、北海道のアイヌも、ジャガイモを栽培していた。年間、探検家の徳内が、た場所、 現在の東野古城アブタ地区に種芋を持ち込み、地域のアイヌに栽培させたのが、北海道でのジャガイモ伝来だという。本格的に導入されたのは明治維新後で、北海道の開拓に利用された。アメリカで、ウィリアム・スミス・クラークに学び、後に、芋方岩と呼ばれた初代根室県令、輸置蒸気により普及し、カータ・リュウキチ断により特に断尺芋が定着した。当初は、 西洋料理の素材としての需要であったが、養殖の普及とともに、徐々に日本の家庭料理にも取り入れられるようになっていった。一般的な栽培をする場合、ジャガイモは種芋を植え付けバイし育成する。種芋の数を意図的に増やすために、一般的には種芋は芋から発芽した芽を中心にして、適度な大きさ、半分から数個ほどに切り分け、 芋が腐敗してしまうのを防ぐために切断面に灰などをつけ、切断面を下に向け地面に置き、土をかぶせる。人の手による意図的な栽培ではなく放置されているジャガイモの場は、前年に寒くなって地上茎が枯れた後も地中に、人目につかない状態で残っている芋は越冬し、その芋から特に何もしなくても、自然に勝手に芽を出し、成長する。直立する。 地上件は5 0トルから1ル程度の高さにまで成長する。葉は奇数上腹用。葉の付け根から家計が長く伸び、先端に多数の花をつける。花は星型で黄色い花心と5枚の花びらを持ち、色は品種によって異なり赤、白、紫と様々である。受粉能力は低いが、品種や条件によっては受粉して、 ミニトマトに似た小型の実をつける。実は、熟するに従い緑から黄色、さらに赤へと変化するが、落下しやすく完熟に至るものは、ごく稀である。果実の中には、種子があり、これを発芽させて成長させることも可能である。ジャガイモの後輩はこの種子を利用して行われるが、種芋から育たないため、成長しても全体的に小柄である。 これを親株と同様の大きさ程度にまで育てるには3年、3代程度かかるため、総本性植物としては、後輩に時間のかかる植物と言える。地下茎は種芋より上、地表に近い位置にできるため、ジャガイモを収穫するためには、この肥大する地下茎を日光にさらさないように土寄せが行われる。栽培には、pH6 前後の酸性の土地が適している。 また、冷涼な気候や、硬く痩せた土地にも強い。その反面、病害や虫の被害を受けやすく連作障害も、発生しやすい。ジャガイモの地下系は、水分と栄養が豊富なため、病原菌が繁殖しやすく、保存状態の悪い種芋や、収穫から漏れて地中へ残された芋は、病害の原因となる。そのため、日本では、植物防疫法の指定種病となっており、 種芋の売買が規制されている。前日の通り、ジャガイモは連作障害が発生しやすい。連作を行うと、土壌のバランスが崩れ、単純に生育が悪くなるだけでなく、病害や寄生虫が発生しやすくなる。ジャガイモに限らず、ナス科の植物は基本的にこの性質を持ち、さらに、例えばジャガイモの後にナスを植えた場合にも、連作障害を起こす場合がある。 特にジャガイモに大きな被害を与える原因として、ジャガイモ質と線虫による生育阻害がある。この線虫は地中で増殖し、高密度になると、ジャガイモの生育を大きく妨げる。例えば感度 1g 中に0 0ラ卵が存在する状態、高密度では収穫量が60%程度低下する。線虫は、宿主、ジャガイモ等がない状態でも、卵状態、 シストになり10年以上も生存し続ける場合あり、シスト状態は薬剤にも強いため根絶が難しい。卵を含む可能性のある土を移動させない、付着の恐れのある農具や運搬具の洗浄といった拡散防止策が取られている。また、長期の休館や非宿主の作付けなども対策として行われているが、線中密度の低減には効果は低く。 最も有効な密度低減対策は抵抗性品種の作付けである。ただし、線虫はジャガイモには被害を与えるが、人体には無害である。この線虫は、種病付着度や動物糞から伝染するとされている。そのため日本では、アイルランド経由以外の、検疫を受けていない、海系類の直接持ち込みは禁止されている。植物貿易法の指定種病とされ、 種芋の販売が規制されて検査が義務付けられている。ジャガイモの原産地であるアンデス中央高地では古くから連作障害について認識されており長期の休館と連作が行われている。ジャガイモの次は別の作物を植えるようにするだけでなく3から4サイクルで一つの区画を利用した後長期の休館を取る。休館の長さは 人口密度や畑の大きさによって様々である。ただし、1950年代に行われた農地改革などで、共有地が崩壊し始め、工作地が私有地化され、個人が所有する土地区画が狭くなったため、長期の休館が行えず、シスト戦中が再び問題になってきている。また、アンデスのいくつかの地域では、マシュア・イサーニョとも、学名と呼ばれる、 脳前レン化の海景類を混浴することでシストセンチューの発生を抑えている。マシュアはその根からシストセンチューを避ける分泌物を発生することが科学的に確認されている。また、インカ時代にはこのマシュアは男性の性欲を抑える働きがあることが知られており、長期間にわたる兵士の出生や労働不疫に際して性衝動をコントロールする目的で利用されていた。 ことが、スペイン人の記録文書に記されている。ジャガイモは、ポテトグリコアルカロイドとして総称されるソラニンや、カコニン、ソラマリン、コマソニン、デミツシンなどの有毒なアルカロイド配当体含む。これらは、ジャガイモ全体に含まれるが、品種や大きさによりばらつきがあり、特に皮層や、目、果実に多く含まれる。そのため、食べる際には、 目や緑色を帯びた皮は取り除かなければならない。PGA は加熱による分解が少ない。PGA などの中毒症状は、喫食後の30分から半日後までに、頭痛、嘔吐、腹痛、疲労感などの症状を示す。毒性はそれほど強くはないが、症には発症量が10分の1程度と成人より少なく、保育園、 小学校の自家裁判による発育不良の子芋などは特に PGA の量が多いため中毒例が多い。目を大量に食べて死に至った事例もある。対策としては芋を日光に当てず暗所で保存し目を緑色になった場合は皮も丁寧に取り除く。PGA は水溶性のため皮を剥いて茹でたり水にさらすことである程度除くことはできるが フキモで中毒した例が報告されているように、覗ききれない場合がある。果実は、目ほどではないにせよ、会計と比べ PGA の含有量が高いため、食用に向かない。国際連合食料農業機関の統計資料によると、2014年の全世界における、ジャガイモの生産量は3億8168万トンで、あり、主食となる。 芋類では最も生産量が多い。生産地域は、大陸別では、アジアとヨーロッパが4割ずつを占め、インドを除くといずれも中緯度から高緯度北部に分布する。上位5カ国で全生産量の57%を占める。日本の生産量は245万トン、世界シェア0.64%。農林水産省の統計資料による、 平成28年度の都道府県別収穫量では、全国約216万トン中北海道が約170万トンと全国の8割を占める。じゃがいもの利用形態は生殖、生食、生花、加工、澱粉原料の3種類に大別される。加工用としては、ポテトサラダ、スナック菓子、ポテトチップスなど、フライドポテト、冷凍食品、コロッケなどがある。 澱粉は、いわゆる片栗粉として流通している粉末の原料と、する意味であり、インスタント麺などの原料にもなる。ジャガイモは、澱粉源だけでなく、ビタミンやカリウムも多く含んでいる。特にビタミン C が豊富で、フランスでは、大地のリンゴ、ポム、ドテールと呼ばれ、ドイツ語や、ジョージスのオランダ語でも、同様の表現が存在する。ジャガイモのビタミン C は澱粉に保護されるため、 加熱による損失が少ないという。また、ジャガイモの皮は、それを使って、ガラスや鏡を磨くと曇り止めになる。なお、ジャガイモの品種の説明における、生殖用とは、家庭や飲食店での調理素材として利用することを指しており、通常、加熱して食することを意味する。つまり、生殖の実証的な意味である、非加熱で食用とする意味ではないことに留意が必要である。 本校の説明において、以下同様。ジャガイモは、各地域で様々な料理に用いられる。形状、加熱の具合や水分量によって、多種多様な食感になり、様々な調味料や油脂、乳製品などとの相性が良い。かつて、デザイナーフーズ計画のピラミッドで三軍に属しており、三軍の中でも、ローズマリー、生地、大麦、 ベリーと共に三軍の再会に属するが、がん予防効果のある食材であると位置づけられていた。日本では一般家庭料理の範疇に属するものとして、肉じゃがや粉吹き芋、ポテトサラダ、芋餅など、じゃがいもを主な食材とする料理があるほか、カレー、シチュー、グラタン、おでん、味噌汁などの国も広く用いられている。単に茹でたじゃがいもに、 バターや塩をかけて食べるじゃが、バターもポピュラーな食べ物である。北海道の観光地ではよく名物として売られている。フライドポテト、マッシュポテト、ベークドポテト、ビシソワーズ、スープ、コロッケなど、欧米ではジャガイモを主体とした料理が多くあり、そのまま孵化して、主食としての食べ方をする場もある。他に、ジャガイモが欠かせない料理として、アイリッシュシチュー、トルティージャなどがある。 中国では、千切りしたジャガイモの炒め物も一般的である。また、日本以外では、パンの材料に用いられることがあるほか、パスタ、ニョッキに使われることもある。電気炊飯器でご飯を炊くときに、落とし蓋を入れてその上にジャガイモを置いておくと、手間をかけずに茹でることができる。スナック菓子として、ポテトチップスが広く食べられている。ただし、タンパク質の成分として、 トリプトファンが多く、焦がした場合にトロソアミンに変化することがあるので注意が必要である。なお、ポテトチップス用の品種も存在し、そのような品種は揚げても焦げにくい。無論、焦げないわけではないという特徴を持つ。現在、日本では日本で生産されるジャガイモの15%がポテトチップスへと加工されている。ジャガイモは古くから 凍結乾燥させるという方法で保存性を高め、保存食として利用されてきた。先、コロンブス時代、中央アンデス地域において、冷凍したジャガイモを踏みつけることを繰り返しことで、水分と毒を抜く方法が発明され、長期にわたる保存、備蓄が可能になった。この凍結乾燥したジャガイモのことを、中尿と呼ぶ。現在でも、ボリビアやペルーの高地、アルティプラーノでは、 中女が利用されている。乾燥した中女は、まるで小石のように見える。塩味のスープに入れて、長時間煮込んで食べるが、質の悪い中女は、アンモニアのような匂いがすることがある。また、若干作り方が異なり、芋の種類も異なるが、原理的には、中女と同じ凍結乾燥じゃがいもに、ドンタと呼ばれるものがある。これもペルー南部やボリビアなどで広く食べられている。 日本でも、山梨県の鳴沢村や長野県の一部地域では、ジャガイモを寒冷期の外気温で冷凍させ、組みつけることを繰り返して、重量と体積を減らし、保存性を高める方法が存在する。シミイモ、チジミイモなどと呼ぶ。北海道のアイヌ民族も、秋に収穫しきれなかったジャガイモや傷のあるジャガイモを、畑に放置し、雪にうずもれて氷に任せる。 放置された芋は凍結と解凍を繰り返し、干からびて体積が減る。この工程を経て作られた保存食をポッチェ芋、ペネコショ芋などと呼び、食べる際は水で戻して丸め、団子にして油をひいた平鍋で焼く。こうした保存食とは異なるが、現代の北海道では低温で1年半ほど保管して熟成させ、澱粉を透過させて、 甘くしたジャガイモが商品化されている。ジャガイモは、そのものが調理に使われるだけでなく、豊富に含まれるデンプンを抽出したものが、片栗粉として販売されている。片栗粉は本来は、片栗のデンプンを粉にしたものであるが、現在市場に出回っている、片栗粉のほとんどは、ジャガイモのデンプンである。豊富なデンプンを持つジャガイモは、ウォッカ、ジン、アクアビット、焼酎、ソジュ 韓国上酎など上流種の原料にも用いられる。日本においても近年北海道では特産のジャガイモを使ったジャガイモ上酎、焼酎おつるの生産が広く行われるようになっている。また長崎県でも特産品としてジャガイモ上酎を製造している酒蔵がある。1979年4月に北海道斜里郡清里町の清里町焼酎 醸造事業所が日本で最初のジャガイモ焼酎を製造販売した。以後、北海道の多くの焼酎メーカーがジャガイモ焼酎に参入している。ジャガイモ焼酎は、さつまいもで作る芋焼酎と比べると、癖が少なく飲みやすいものとなる。日本では99品種が品種登録されている。現在では、公的機関ばかりでなく、農家により突然変異をもとにした。 新種育成も稀に行われている。なお、先述した通り以下の説明における生食用は家庭や飲食店での調理素材であることを意味し、非加熱で食用とする意味ではない。16世紀に南米からヨーロッパにもたらされたジャガイモは当初はその見た目の悪さ、現在のものより小さく黒かったからなかなか受け入れられずにいた。さらに民衆は ジャガイモは聖書に載っておらず、種芋で増えるという理由で、悪魔の作物として嫌った。しかし、ヨーロッパで栽培される、従来の主要な作物よりも寒冷な気候に耐えること、痩せている土地でも育つこと、作付け面積あたりの収量も大きいことから、17世紀にヨーロッパ各地で飢饉が起こると、各国の王は寒さに強いジャガイモの栽培を広めようとした。 特に冷涼で農業に不適とされたアイルランドや北、ドイツから東欧、北欧では食文化を変えるほど普及した。これには地中で育つジャガイモは麦などと違い戦争で畑が踏み荒らされても収穫できることと農民がジャガイモを食べることで漁師たちが自分の麦取り分を増やそうとした目論みもあった。また西洋のみならずアメリカ合衆国など北米地域や 日本などアジア地域にも普及し、ジャガイモが飢餓から救った人口は計り知れないと言われる。2005年にはジャガイモの原産地の一つであるペルーが国連食糧農業機関に提案した国際芋年が認められ、2008年をジャガイモ栽培8000年を記念する国際芋年として FAO などがジャガイモの一層の普及と啓発を各国に働きかけることになった。 ジャガイモがヨーロッパに流入した当初、ヨーロッパには芋という概念がなかった。そのため、芋というものを食べるとわかるまで、本当は有毒である早茎を食用とする旨が書かれた料理本がイグランドで出版され、それを真に受けたイングランド人がソラーニン中毒を起こした。アイルランドでは栽培の容易さや終了のためだけではなく、 支配者のイングランド貴族が熱心に進めたことにも原因があった。ジャガイモの栽培を増やして農民がそれを食べるようにしむければ自分たちが収奪する麦の分量が増えると考えてのことである。結果としてアイルランドでは主食としてジャガイモが非常に重要になった。このため1840年代にジャガイモの薬病がヨーロッパに蔓延した際に ジャガイモに依存していたアイルランドでは、ジャガイモが起こり、大勢のアイルランド人が、北、アメリカに移住することになった。その移民の中に、後に、第35代アメリカ合衆国大統領になる、ジョン・カイ・ケネディの曽祖,祖父パトリックがいたのよく知られている。話である。ケネディは、パトリックの次男の孫、すなわち4代目である。ドイツ料理にはジャガイモが多用される。ドイツで最初に、 ジャガイモが普及したのはプロイセンである。プロイセンの支配地であるブランデンブルク地方は南ドイツなどとは違い関連で痩せた土地が多くしばしば食糧難に悩まされた。そのため荒れ地でも育つジャガイモは食糧内克服の切り札とみなされフリードリヒ二世が栽培を奨励した。しかし他のヨーロッパ諸国同様不格好な外見から人々に嫌われたため。 フリードリヒ二世は自ら領地を巡回して、ジャガイモ普及を訴えたり、毎日ジャガイモを食べたという。ドイツの食習慣には茹でたジャガイモをフォークなどで潰してから食べる場合があり、第二次世界大戦中、フランスに潜伏したドイツのスパイが、レストランでジャガイモを潰して食したためスパイあることが、露見した、などのジョークが存在する。また、ドイツ軍が第一次世界大戦以降に使用した、 柄付き手榴弾が形状が似ていることから、ポテトマッシャー、芋つぶし器と呼ばれていい。フランスでは、プロイセンの捕虜時代にジャガイモを知った農学者、アントワーヌ・オーギュスタン・パルマンティエの提言により、ルイ十六世が王妃マリー・アントワネットに、ジャガイモの花を飾りて夜会に出席させると、貴族は関心を持った。しかし食用としては、他の国々の例に漏れず、当初は、 庶民の間で嫌われた。ジャガイモを国に広めたいと思ったパルマンティエは、一計を案じ、王が作らせた、ジャガイモ畑に昼間だけ衛兵をつけて、厳重警備した後、夜はわざと誰も見張りをつけなかった。王が、そこまで厳重に守らせるからにはさぞ微味なのだろうと考えた、庶民の中から、夜中に畑にジャガイモを盗みに入る者が現れた。結果的に、 パルマンティエの目論ろみ通りジャガイモは民衆の間に広まっていったという話が残っている。このことからフランスのジャガイモ料理にはパルマンティエの名が付くようになった。特に牛ひき肉とマッシュポテトで作るキャセロール、アッシュパルマンティエが有名である。北朝鮮では1990年代後半から食料危機が発生したが、この時政府、朝鮮労働党は ジャガイモ農業革命を提唱して、ジャガイモの生産拡大を同時に、種子改良、種子革命方針に妄作方針を徹底した。ジャガイモは白米に比べて、気候や土地に依存せず大量に生産できる。このように、食料問題の解決に用いられる例がある。品種により貯蔵性が異なり、加工業者は使用時期別に、いくつかの品種を組み合わせて使う場合がある。 例えば、長期貯蔵性に優れるスノーデンダネ、ポテトチップスの原料の一つは、4月から6月頃の原料として使われる。茹でた場合は、冷蔵庫に入れておけば、滅菌状態ではおよそ1週間から2週間程度持つ。ちなみに、ジャガイモ単独で茹でる場合は、皮はついたまま茹でた方が、ふっくらする。茹でた場合、冷凍庫には決して入れてはならない。 水分が分離してスカスカした食感になる。しかし、マッシュポテトや水分が比較的少ないフライドポテトなどは冷凍しても問題ない。収穫後2ヶ月から3ヶ月は休眠期であり、公的な温度や湿度条件下でも発芽しない。しかし、その後、本来繁殖期間である会計は発芽を始める。発芽することにより、生殖用品種として商品価値を失い、 加工用やデンプン原料用では、原毛やぶどまりの低下、品質の劣化が起こる。そのため、貯蔵中の発芽を抑制するために、いくつかの方法が用いられている。摂取3度から摂氏10度の低温で貯蔵することにより、発芽を防ぐ方法が一般的である。最適な貯蔵温度は品種によって異なる。低温保存することにより、可用性等の顔料が増える。 CA 貯蔵は貯蔵する空間の気体の蘇生、湿度、温度を制御して鮮度を保持する方法。青森県のリンゴの長期貯蔵において一般的な方法で、ジャガイモでも実用化されており、8ヶ月から10ヶ月の長期貯蔵が可能である。アメリカ合衆国などでは、収穫後にクロロプルファムという薬品を散布して発芽を抑制する方法をとっている。 日本では除草剤として登録されている農薬で、ジャガイモの発芽防止目的に使用することは許可されていない。この薬品は、カナダ、米国、オランダその他の主要ジャガイモ生産国において、フライドポテトやポテトチップなどの加工用ジャガモに普通に使用されている薬品なので、これらの国から輸入されているジャガイモ加工製品には普通に検出される。放射線である。 ガンマ線を照射する方法がある。コバルト60から放出されるガンマ線により目の組織の細胞分裂を阻害することで発芽を抑制する。ジャガイモへの放射線照射は1972年に厚生省、現行性労働省により認可されたが、1974年1月から道の許可を得て北海道のしほ町農業共同組合が実施しているのみである。なお、 日本において放射線の食品照射が認められている食品はジャガイモだけである。ジャガイモの発芽防止のために行う放射線照射の認知度は28%と低く、安全性や必要性など食品への放射線照射に関する基本的事項についてのわかりやすい情報提供の不足を指摘する声が多い。安霊書にリンゴと一緒にして保存すると発芽しにくく、 なると言われてきた。これには、異論も多く、効果がないという報告も多かったが、近年、欧米での研究により、リンゴなどから発生するエチレガスが、ジャガイモの芽の伸びを抑制する効果を持つことが、明らかにされ、工業的に生産されたエチレを用いて正しく、濃度コントロールをして、発芽を抑制する技術が確立されている。しかし、リンゴとの共存による、 エチレンガスの濃度コントロールは困難であり、エチレンガスの濃度や保存期間が十分でないと、逆に目の伸びを助長することも立証されている。ジャガイモは通常摂取5度以下の冷暗所で保存すると、いつまでも目は伸びないので、そのような場所で保存することが最も重要である。ただし、一度高温にさらして目が伸び始めたものは、長い期間の保存には適さないので、 もともと目が伸びていないジャガイモを選ぶことがコツである。リンゴと一緒に保存する方法については、濃度や時間、温度のコントロールが困難で、失敗の確率が高く、進められない。5. おさむき